こんにちは、この花の寒月です。今日は帯結びの第2弾でカルタ結びのアレンジをご紹介したいと思います。今日ご紹介する帯結びもとっても簡単ですので、初めて帯結び練習される方にはとっても向いてると思います。よろしかったら参考になさってみてください。今日ご紹介する帯結びの形はこちらになります。それでは早速巻いてまいります。垂れ先は前回のカルタ結びの基本と一緒です。床からだいたい30センチぐらいのところですね。その長さまで垂らしておきます。はい、巻いていきます。巻き方、巻くのも一緒ですね。はい、一周巻きましたら脇でグッと引いてあげて、慣れてきましたらここの小脇で挟んであげてください。慣れない方はピンチでここ止めてあげて大丈夫です。はい、そうしましたら垂れ先をくぐらせます。はい、そして、前回と一緒ですね。こっから羽を作るときにこっからしっかり折り返してあげてください。今回は蛇腹に折っていきますので、可愛い羽を作ります。こちらの方が畳んでいくだけなので意外と簡単だったりします。はい、一番最後のところはちょっと小さめに少し折り返してあげますね。ちょっと段差がつくようにしてあげてください。そして垂れ先をかぶせます。で、今回はしっかりちょっと垂れ先が出たんですけれども、お好みで垂れ先をこういうふうに出されてもいいです。腰回りが気になる方は出されてもいいですね。あと、中に挟んでしまうと若々しい印象になります。で、これを後ろに回して帯板を入れて完成になります。こちらで完成になります。今日ご紹介した帯結びもとっても結びやすい帯結びですので、よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。